はい、どうも。あれじゃ、ちょっと大丈夫ですか。挨拶遮られたのは初めてだ。はい、どうも、パルでございますと、はい、今回はですね、だいぶ遅れてしまったんですけど、ラブライブサンシャインウェアハウス、アクアフィフスアニバーサリー、まあ、5周年記念のね、このウェアハウスの方ね、まあ、ちょっと遅れてしまったんですけどね、今回ね、開封させていただきたいと思いますと、で、まあ、ちょっと冒頭の方でね、まあ、ちょろっと、まあ、声だけ聞こえたと思うんですけど、今回ですね、同じくラブライブ系でね、動画投稿されている、夏みかんさんという方とのコラボツアーでの開封となっております。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、夏美香と申します。もう2回行っちゃった。イエーイ。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。こんな感じでめちゃくちゃ元気な方でね、僕一緒にパワーをもらいながらね、おじいちゃんなりにね、おじいちゃんなりにパワーを、そう。いやいやいや、若い子からパワーをいただきながらね、こう開封ね、やっていきたいなと思いますと。で、まぁ、ちょっと僕の方でね、まずはこちらね、ワンボックス開封させていただいて、で、今コラボツアーね、こう、ツアー繋いであるんですけど、この後ですね、夏みかんさんのチャンネルの方でも、こちら同じようにね、ワンボックスね、開封のさせていただきますんで、僕の動画を見た後のね、その夏みかんさんの動画もね、楽しみにしていただけるとありがたいです。というわけで、お願いします。よろしくお願いします。開けていきますかな、じゃあ。あれ、これ箱の仕様変わったの、これ。ああ。なんか部品、三角形の部品ができた。バージョンアップしてる。はい、ボックス開けてみるとこんな感じですね。今回はパッケージは、はい、パッケージ3種類こんな感じになっておりますね。あの CD のジャケかな、それと同じっすね。あれ、ちなみに夏みかんさんってもうすでになんか開封とかボックス開封とかされたりとかは？ウェアハウスは実はないんです。あ、まだしてはいないんですね。なるほど。あ、じゃあやっぱり完全初見で楽しんだ方がいいですよ、これは。楽しんでいこうと思います。そうっすね。ウェアハウスは結構開封だったりとか、ああ、そうなんですね。なるほどなるほど。いつもアホみたいにボックスさんの100個だな120個だな開封してる僕とは違うんですね。いや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 、本当にこの段だからこそできることはい、というわけで、すべて20個開け終わりましたよ。ということでね、もう開封中もね、夏みかんさんとね、ちょっと楽しくおしゃべりしながら、ね、いつものね、この一人で黙々とね、ちょっと作業芸してるのとはちょっと違くてね、やっぱりおしゃべりしながらっていうのが一番いいですね。やっぱ違いますわ。これですよね、やっぱりね、コラボ通話動画のね、楽しみというか、醍醐味というか。はい、じゃあ、一つ目早速見ていきたいなと思いまーす。はい、じゃあ行きまーす。3、2、はいと。お、これ何カードだ。あ、てか今回ミュージックカード13種類あるんだ。やば。めちゃくちゃ多い。そう、ブロマイドカードが11種類で、そのホロハクも11種類で、ミュージックカードが、まあ、楽曲カードが、ミュージックカードが13種類っていう感じになってますね。えげつない。早速出てきたのが青ジャンのミュージックカードなんですよね。はい、こんな感じになっておりますと。めちゃくちゃいいですね。裏にはね、これ歌詞が入ってますね。はい、歌詞が書かれておると。そうそうそう、これも楽しめるということでね、やっぱりいいっすね。どうしよう、20個中13個ミュージックカードとかないよな。あー、てか今回からね、ちょっと視聴者様からの、まあそのね、なんかあの情報で、そのホロハクがね、今まで2、3枚だったんですけど、3、4枚にね、ちょっとアップグレードしているっていう感じなんですよね、実は。ホロハク、まあ確定3枚。3枚は確定で入ってるっていうね、素晴らしい状況になってるんでね。これ100個開封やりてえな。これ全種コンプいけんじゃねえかな。はい、じゃあ2つ目見ていきましょうか。サニチキ、はいと。あ、またミュージックカードっすね、これ。はい、僕らの走ってきた道は、僕らの走ってきた道はのミュージックカード当たってくれましたと。そう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 。始まって、そう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 。夏みかんさん、チカチ推しなんで、めちゃくちゃに歓喜しております。何連続ミュージックカード弾けるかな。もはやもうミュージックカードどれだけ弾けるか気にしようみたいな。はい、じゃあ3つ目いきます。3、2、はいと、はいと、はいと。お、来てくれました、よしこちゃん。ヨハネちゃんですね。ヨハネちゃん当たってくれ。あ、しかもこれあれだわ、ホロハクでーす。来てくれました、ありがとうございます。これ嫁が来たんで、嫁の方来たんで、ホロハク確定枠ですね。はい、ネクスパ衣装のね、ヨハネちゃん来てくれました。ホロハクありがとうございます。よし、じゃあどんどん行きましょうか。4つ目いきます。はいと、はいと、はいと。お、え、え、え、ちょ、花丸ちゃん来た。まさかの、まあホロではないんですけど、いやでもまさかのね、ヨハネちゃん当たってからのこの花丸ちゃんの流れ完璧すぎる。もうヨハネちゃんのホロハクも来たんで、ね、これ当てられますわ。じゃあ5つ目いかせていただきましょうか。いきます。
次、ハイト、ハイト、ハイト。お、カナンちゃんですね。今度はカナンちゃんの、あ、またホロハク、またホロハク当たった。いや、来てくれました。カナンちゃんのホロハクでございますよと。いや、いいね。いや、ホロハクね、ガンガン当たってますな。いいね、そうです。誰か一人が歌い始めるとね、そこから続いていくっていうのがラブライブの特徴ですから。じゃあ次行かせていただきましょう。さあ、次、はいと。お、リッコちゃん。はい、リッコちゃんのブロマイドカード切ってくれました。オッケー。ちなみになんですけど、夏みかんさんは光子派ですか、はい、幼稚化派ですか。全部です。全部。まあ推しは一人いるとして、そっからのカップリングがどうかっていうところとね、やっぱりいつも論争が起きるんで。カップっていうよりも、トリオ派なんですよ。赤ちゃん、ヨハネちゃん、ダイヤ様も、はい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 、あれがめちゃくちゃ僕もドストレートで。おー、なるほど。はい、じゃあいきます。サニッチ、はいと。お、このミュージックカードかな。こちらがミラチケだね。ミラチケのミュージックカードきました。ミラチケいいっすね。この曲聴いてもサンシャインナーになった方はきっといるはずだと思います。光になろう。じゃあいっそ未来を照らしたい。絶対つなげてくれる安心感すごいわ。どんどん行かせていただきましょうか。いきます。サニチハ、はい、おーっと引っかかった。はいと。お、ルービーちゃんですね。来てくれましたよと。いや、これいいね。もう1年生はね、まあホロハクも含めてですけど揃ってしまったところで、やっぱ映画といったらな、やっぱりこう1年生のね、この成長が本当に著しかったですからね。これ1年生成長物語ですから、1年生の力があってこそのね、映画成功ですから。そうですね。じゃあ次行かせていただきましょう。サニチ、はいと。お、またミュージックカード。こちらが、お、闘争瞑想メビウスループですね。3年生の可愛さとギャップが詰まってる。そうそうそう、特にね、やっぱりダイヤ様がね、ちょ好き。じゃあダイヤ様が好きやの。ダイヤ様もね、あの時のね、髪型とかもめちゃくちゃ好きだしな、特にって感じ。そう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 。じゃあ次は折り返し点10個目ですね。行かせていただきましょうか。いきます。3、はい、はいと。お、マーリーさんですね。マリーズママとのね、ちょっと確執があったりとか、じゃあそこをね、あとはホップストでね、そう、はい、認めさせるというかね。そういうあのストーリーとかもいいよな、やっぱり。じゃあ次行かせていただきましょう。3、はいと。お、まさかのチーカチーチーカチー当たってしまった。あ、普通のやつ、普通のそうブロマイドカードなんで全然これ当てなきゃダメっすね。普通のやつ当たったんで、いや、これあれっすよ、夏みかんさんの方でね、ホロハク当てるしかないっすよ。使命ですよ、使命。当てるしかないっす。よっしゃ、どんどん行かせていただきましょうか。いきます。はい、はいと、はいと、はいと。お、ルビーちゃん、あ、ハクだよね。ルビーちゃん、ハク、まさかのホロハクでルビーちゃん。これで3枚目か。まあワンチャンもう1枚の可能性も考えると、まあまあまあ、まだまだまだ全然、まあまだ全然なんです。そう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 、焦る時じゃないです、また全然。なんだったらこれ、そうだな、今ヨハネちゃんとね、ルビーちゃんの箱押しも当てられてるから、花丸ちゃん来ないわけがないんだよな。はい、じゃあ行きます。日、はいと。お、ミュージックカード、こちらが、あ、オーバーザネクストレインボーでーす。ありがとうございます。めちゃくちゃいいっすよね、これね。映画じゃなくてね、この CD の方に入っている曲でね、これがいいんだよな、またゼントアクアーズのっていう一つのグループをまた違う視点で楽しめるっていうのも、これまたいいんですよね。また泣かせに来るんかみたいな。1年生って言ったら、このリアちゃん含めてのね、その成長物語ですから、やっぱり映画は。そうですね、ゼントアクアーズのそうそうそう。そういえばまだセイントスノーがちょっと当てられてないなっていうところで、夏みかんの方でも本当にセイントスノー当たらない問題っていうのはめちゃくちゃあって、セイントスノーがもう本当にレアなんじゃないかっていうぐらい、もう最高レアリティセイントスノーっていう。よし、じゃあ次行かせていただきましょう。先日、はいと。お、ミュージックカード、これが、あ、サマーバケーション。え、これ入ってるんだ。これ入ってるんだ。へえ。あ、そういう感じも、そういう感じもあるんだね。そういう感じも。やっぱりあれですかね、夏ですか。ああ、やっぱ季節的なことも考えてのやつなんですかね、これね。はい、じゃあ次行かせていただきましょう。いきまーす。はいと。お、まさかのヨハネちゃん来てくれました。ノーマルの方ですね。今度ポロじゃない方の。ちょっと比べてみるかな。名前のところがちょっと違うのかなっていう感じですかね。そんなにそんなに、でもやっぱりあれですよね、ウェアロスあるあるですよ
そう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 。残り5つ、白がまあもう1枚の可能性があるんで、まあそこに期待しつつ、まあセイントスノーが出るかどうかっていうところですね。はい、じゃあ行きます。はい、とお、ミュージックカード、あ、ネクスパ来たネクスパ来ました、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ綺麗、キンキラキンキラや。これのね、あとね、やっぱあ、3年生歌うんか、はぁみたいな、このそう、逆にそうそう、逆に裏切られたか、あ、歌うんだ、はぁみたいないや、もうむしろありがとうございますなんだけど。よっしゃ、行きます、次行きます。はい、と、お、またミュージックカード、こちらは、あ、夢で夜空を照らしたいですね。夢、これも入ってんのか。どうなんだろう、一期の曲と映画の曲とみたいな感じなのかな、割り振り的にはね。この1年生ジャケがまた良き。はい、じゃあラスト3つ言わせていただきましょう。3、はい、と、お、またミュージックカード、こちらが思いを一つになれ、来た思いを一つになれ、これ好きなんだよな、マジで。そう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 、このピアノが本当に、いやー、上がる。よし、あと2つ行きましょう。よっ、はい、はい、と、はい、と、はい、と、お、マリさん、あー、白で、白でマリさん来たまさかまさかの4枚目か、そっかそっか。いやー、花丸ちゃん当たんなかったけど、いやでもさ、言うて白でね、これ金丸揃ってるんすよ、これ、金丸揃ってるんで、金割りの白で揃えられて、ヨシルビでも揃えられてるんで、いや、もう全然全然もういいっすよ、金割りちゃんは。ありよりのアリスもアリス、もう推しが当たんないのはもう当たり前、もうここはね、しょうがない、推しが当たんないのは当たり前、どういう組み合わせで当たるかっていうところもね、なかなか重要ですから。さあさあ、今のところアクアメンバー、ダイヤ様とヨウちゃんが出てないけれども、残り1個なんすよねいや、これでまあアクアメンバー全員当てられないのはもう決定して、なおかつセイントスノーは当たるのかどうかっていうところですね。はい、じゃあ行きます、最後行きます。3、2、はい、と、あ、ダイヤ様来てくれたダイヤ様来てくれました、ありがとうございます。いや、まあ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 、セイントスノーメンバー当てられなかったけどね、当たっていなかったそのダイヤ様当てられたし、最後にね、まあ、そのミュージックカードっていう展開じゃなかったんで、ミュージックカードも別にね悪くはないんですけど、なんかこう最後に来たらおうって感じになるんで、まあ今回まあとりあえずこんな感じで、ファンボックスもありますからね、まだ。そうそうそう、そこでもうあの当てちゃえばいいんすよ。夏美川さんの動画もねアップされますんで、そちらもね楽しみにしていただけるとありがたいです。も合わせてね、合わせて楽しんでください。概要欄の方にね、夏美川さんのチャンネルとツイッターのリンクのね貼らせていただいておりますので、まあ、気になった方はぜひぜひそちらからね、まあ、覗いてみては、こちらっとね、こちらっと覗いてみてはいかがでしょうかと。まあ、とりあえず今回はね、僕のこのウェアハウスの、ね、結果に一言言いたい、安定のようちゃん率。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。